伝説のバレンタイン伝説。バレンタイン。それは青春の最中を生きる女子が、スイタル男子に、とっておきの甘いチョコレートとともに、思いを伝える一大イベントであり、テニプリ界隈に生きる強者たちにとっても、それは変わりません。テニスの王子様といえば、バレンタインであり、バレンタインといえば、テニスの王子様である。若い世代のファンの方々には、あまりに馴染みのない企画かと思われますが、テニプリでは毎年バレンタインの時期が近づくと、ファンから大量のチョコレートが送られ、獲得数とともにランキングの発表がされていました。その中でアトベ様は2006年から2016年までの10年間、連続で1位を取り続けるという伝説を残しました。ちなみに10年間での総獲得数は、なんと102,896 個です。2015年はとある理由により、チョコの集計がされなかったので、実質9年間ではありますが、この数値はすごいです。中でも注目すべきは、2014年の獲得数です。なんと、62,837 個となっております。ちなみに2013年の獲得数は、7,747 個でした。なぜこの年だけこんなにも跳ね上がったのか、その答えを解説します。先生のこちらのツイートによると、とある藤君の熱烈なファンが、前年度のアトベ様の獲得数を上回る、8000個のチョコを送ったとあります。生命の危機を覚えた強者たちは、こぞって財布の紐を、手塚ファントムの実現に、必要なボールの回転量を、はるかに上回る勢いで、チョコレート業界の経済を、回し、この年のアトベ様のチョコ獲得数がこの数字となったわけです。2015年にチョコ集計が、行われなかったのは、この年にやりすぎたせいですね。2017年には3位となり、ついにその牙城が崩れてしまったわけですが、これに対し王国民は、慢心していた、納税を怠った、と反省会をしていたそうです。楽しそうで何よりですね。新テニスの王子様、×森永ダース、アトベ敬吾様、ご生誕記念日コラボ。アトベ様のお誕生日には、様々な企業がお祝いの言葉を投稿します。その先駆けでもあった、森永ダースは、アトベ様のお誕生日前日に、とある告知をします。その告知とは、池袋サンシャインの噴水広場に、アトベ様のピクセルアートを展示します、というものでした。しかし企画の内容は、これだけではありませんでした。展示されたピクセルアートの前には、なんと献花台が設置されておりました。これを受けた王国民は、またしても財布の紐を。献花台にはメッセージを添えた森永ダース、バラ、アトベ様誕生月号の、ジャンプスクエア、年貢米、そして胡蝶蘭、などなど、様々なプレゼントが収められていました。投稿者はダイレクトに現金を、納税しようとしましたが、止められたので普通にバラを、添えました。懐かしいですね。開催地がオタクの聖地、池袋なこともあってか、テニプリ以外のジャンルの強者たちも、祭りと言わんばかりに参加していました。過去にテニプリやアトベ様を、通って、他のジャンルへ行った人たちも、この日だけは戻ってきてくれていて、感慨深い苦想も感情を、抱いた、伝説の一日でしたね。ちなみにこの日のサンシャイン内にある花屋は、昼過ぎには、花が完売したらしいです。この経済効果は、アトベミクス、と、呼ばれ、後世に伝えられています。そして当時の王国民の、投稿がこちら。献花台が案の定各所で話題になってるけど、献花台があることは当日までわからなかった。という情報が抜けているから誤解を生んでます。数日前に告知されていたら、我々はもっとやれた。僕もライブイベントにフラスタを出すタイプの人間なのでよくわかります。事前の告知さえあれば、資金を無限に生み出す。これが本来あるべきファンの姿なのかもしれません。というわけで今回はこの辺でお開きにします。アトベ伝説動画、次回で最終回の予定です。アトベだけに限らず、皆様の知っているテニプリ伝説も、コメントに書いてくださると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと感じて、いただけた方は、チャンネル登録と高評価クリックを、お願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。